ハッピートイチャーのようこそ。こんにちは、ハッピーパパです。ですね、海の仲間たちのアニアが、増えてきたのでついに購入しました。泳いでいいとも、ウキウキウォッチ水族館で、かなり箱が大きすぎて引きで撮ってます。で、ですね、アニアアニマルアドベンチャーの泳いでいいとも、ウキウキウォッチ水族館を、購入しました。で、こちらの方をですね、今から開封して、こちらの方に並んでいるアニアたちをちょっと中に、入れていきたいなと思ってるんですが、この方からちょっと見ていきたいと思います。正面がこんな感じですね。こちらの方ですね、アニアの動物たちと一緒に遊ぼうと書いてはあるんですが、こちらの動物たちは付属されておりませんのでご注意ください。で、こちらですね、マンタ&隠れクマノミ、こちらの方は、付属されてます。はい、こちらは付属されてます。で、おもちゃの内容としては大回遊水槽と、スプラッシュスライダー、イルカさんの、ショーステージプールで、あとは90種類以上のですね、動物が名前付きで書かれてるみたいです。はい、そしてこれも注目ですね。レジャーシートにもなる 90cm×60cm 大きなマップ。はい、でこちらですね、楽しい仕掛けがいっぱいのアニア巨大水族館へようこそということで、こちらの方の仕掛けもですね、楽しみです。で、こちらがですね、箱の上から覗いたところですね。はい、大回遊水槽の遊び方の例であったり、スプラッシュスライダーですね、の遊び方で、波のトンネル、滑り台、ショーステージ&プール、餌やりスロープなどのですね、遊び方の方が説明が書かれてます。で、これは箱の横から見た感じですね。はい、ね、もうアニアがいっぱい書かれてあるので、もう中にアニアいるんじゃないっていうふうに思ってしまうぐらい、ちょっと楽しそうではあるんですけど、これについてはマンタと隠れクマのみだけですのでご注意ください。はい、後ろから見た感じですね。はい、こちらの方はセット内容と、あとはこちらの方の、完成図で、こちらのですね、組み立て方の方が載ってます。では開封していきましょう。では開けていきます。いや、本当に箱が大きくてちょっと楽しみですね。はい、さあ、これはスプラッシュスライダーの一部ですね。これもスプラッシュスライダーの一部で、いや、段ボール箱がたくさん入ってるな。お、こちらがですね、レジャーシートにもある 90cm×60cm の、大きなマップですね。それから、これが何ですか、大回遊水槽。お、すっごい大きい、すごい大きいです。本当に一つ一つがもうかなり大きなものになってますね。はい、で、これがショーステージとかプールとかの部品ですね。あとはこれですね。はい、マンタのアニアと、隠れクマノミのアニアです。では、こういう部品全部ちょっと出して組み立てていきます。で、こちらがですね、巨大水族館に付属されているアニアです。マンタですね。こんな感じです。なんかちょっと牛柄模様みたいですね。で、可動部分はこの翼の部分ですね。尻尾のところはちょっと、柔軟性はありますが、あんまりするとパキッと折れちゃいそうので、やめときます。で、もう一個、隠れクマノミのちっちゃいやつ。かわいいですね。はい、こちらの方が付属されてました。ではですね、この奥に今いるアニアたちとこの水槽をですね、こちらの方のレジャーシートにセットしてみたいと思います。はい、水族館セットのみを設置しました。では、ここからアニアたちをセットします。
はい、じゃあまずは大回遊水槽から、セットしてみましょう。これ簡単に取れます、こうやって。で、中がこういう風にアニヤを乗せられる台がついてますので、こちらの方にセットしていきましょう。ではどうしようかな、マンタから。あ、マンタが落ちた。かなりの大きさなので回るかなと思ったんですけど、これ回らないかも。ちょっとこれで試しに回しましょうか。いや、回らない、これは。大回遊水槽をセットした結果なんですが、回せませんでした。回せるんですけど、魚さんたちがやっぱどうしても落ちちゃうんですよね。なんですけど、見てください、こういう風にセットすることで、ほら、本当の水族館みたいじゃないですか。青いクリアパーツでですよ、すごいですよ、かわいい、すごい綺麗。大回遊水槽のレバーと、蓋はですね、はい、寒冷地ゾーン、ペンギンさんゾーンに使いました。こちらの方にはゴマアザラシもいますよ。そしてこちらのスプラッシュスライダーにはですね、てっぺんにはゴマアザラシを、ここの2段目のとこにはワニを、で、ここのスライダーの部分ですね、スライダーの部分には、はい、イルカをセットしました。イルカさん、ここからプールへダイブできます。そしてイルカさんはですね、こういう風な輪っかをですね、くぐるのをですね、再現したり、で、ここに餌やりスロープもついてるので、こういう風にして、はい、餌をあげる体験をしたりですね、できます。結構アニヤの仲間が増えたなーって思ってたんですが、実際セットしてみるとまだだいぶ余裕がありますね。そしてまだまだ、海のですね、アニヤたち持ってないものもたくさんあるので、そちらの方を少しずつまた揃えていきたいなっていうふうにハッピーパパ思ってます。また今後ともですね、ここの水族館にぎやかにしていきたいと思いますので、今後とも楽しみに。はい、ということで、いかがだったでしょうか。アニヤアニマルアドベンチャー、泳いでいいとも、ウキウキウォッチ水族館、の方ですね、開封して、ハッピー系のアニヤたち、お水系の、お水系違いますね。海の仲間たち、まあ、泳ぐ仲間たちですね、をですね、この水族館の、シートであったり、大回遊水槽であったり、スプラッシュスライダー、そして小ステージプールの方にですね、並べてちょっと遊んでみましたが、いかがだったでしょうか。まあ、もっとちょっと本当に揃えて賑やかにしていきたいですね。ということで、今後ともですね、まあ、カメさんであったり、あとはシロクマ、まあ、そういう風な感じですね、ちょっとまた少しずつアニヤを揃えていきたいと思ってますので、お楽しみに。ハッピートイチャンネル、いつもご視聴していただいてありがとうございます。ご感想、ご意見、チャンネル登録もぜひお願いします。こういう感じですね。アニヤも少しずつ揃えていって、まあ、水族館であったり、また動物さんシリーズもですね、揃えていて、動物園とかもですね、ちょっとしていけたらなと思ってますので、お楽しみにしててください。はい。今後ともぜひよろしくお願いいたします。以上です。はい、ということで、第1回スプラッシュスライダー選手権、はい、開催したいと思います。誰が一番早く、プールへダイブできるか。いきます。ジンベエザメ引っかかりました、残念。さあ、シャチいきます、シャチいきます、はい、あー、シャチも引っかかりました、残念。さあ、シロナガスクジラいきます。シロナガスクジラは、おー、シロナガスクジラ早く初めての成功者ですね。はい、ではアザラシさんいきますよ、アザラシさんいきますよ、はい、アザラシさん1号、おー、アザラシさん1号も早かった、2号、さあ、赤ちゃん、はい、赤ちゃん、はい、ペンギン、ペンギン、シャチの赤ちゃん、シロナガスクジラの赤ちゃん、カマイルカ、おー、いた、はい、ワニ、はい、ペンギン、はい、マンタ、引っかかりました、残念。さあ、それでは、はい、隠れクマノミいきます、隠れクマノミいきました、あー、みんな重なってます